力がいるんだろう。ならば契約だ。どうせ消し得のおめえなら旗に掲げて人を暴れ、お前の中のもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時何時の我だ。覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。うん、貴様に何ができる。黙って眺めているがいい。これが俺のベルソナ。こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしちまったな。行くぜ。なめるな、ガキ。ぶっ放せよ、キャプテンキッド。まったく、出番が遅すぎるのよ。お前が立ち向かわないで誰が恨みを晴らしてくれるの。許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んだ。我は何時何時は我。やっと契約結べるね。聞こえるよ、カルメン。もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。私、あんたなんかが好きにできるほどお安い女じゃないから。こいつ地方から全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよ、カルメン。ようやっと目が覚めたかい。真実から目を背ける貴様こそが何より無様なまがいも。たった今決別するのだな。いざや契約、ここに結ば。我は何時、何時は我。人世の美醜の誠のいろは、今度は貴様が教えてやるがいい。よかろう。来たれよ、コエモン。絶景かな。まがいものとてこうも並べば相関至極。悪の花は栄えども醜悪俗悪は滅びる定め。こりゃすごいぞ。生きがいよって何も知らずに死んでいくがいいわ。出られて貴様を親と慕った子供たち、将来を預けた弟子たち、一体何を踏みにじってきた。いくつの夢を金で売った。俺は貴様を絶対に許さない。望むところだ。
戦う覚悟はできましたか？いいわ、来て。それなら速やかに契約に移りましょう。我は何時、何時は我。せっかく見つけたあなたの正義、どうかも見失わないで。今日は偽りの自分からの卒業記念日です。なんだ？ペルソナ？いや、あれバイクだろ。伝わってくる。私、行け！すごい！なんだありゃ！あんなの初めてだぜ。ヤラ泥棒は処刑ですよ。もう絶対に弱音なんて吐かない。飛ばすだけ飛ばすから。いいよね、ヨハンナ。さあ、来てもらおうか。俺ん家へさ。諦めて、たっぷり遊んでやるよ。女子高生の医学科が一応働きそうじゃ。ゲーのゲーね。やばい、春のペルソナじゃ、あんなのとは。大丈夫。今まではちゃんと目が覚めてなかっただけ。何が悪かったの？よーく春を決めたようね。宿命の家のお姫様、あなたには裏切りなしでは自由もない。それでも求めるというなら間違ってはダメ。さあ、あなたは誰を裏切るの？心はとうに決まっています。いいわ、その目。これで本当の力が震える。我は何時、何時は我。美しい裏切りで自由の門出を飾りましょう。えぐ。さようなら、お父様。私はもうあなたには従わない。ならばお前も廃棄だな。ふ、適当にあしらっておけ。何百年も手遊んでやるよ、この世の目だ。お前が道理を理解するとは思ってない。ああ、てめえには花からこう言うべきだったぜ。貴様の花嫁は怪盗団がいただいた。